皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。テストに出やすい中学歴史、今回は飛鳥時代についてお話します。別の動画、社会が苦手な人はこれができていない、その動画の中で僕話してるんですけれど、覚えるにはコツがあります。まず整理して数を絞って覚える。もう一つは情報と情報を組み合わせて覚える。これがコツなんですね。ですからこの動画ではそれに基づいてお話を進めていきます。飛鳥時代、覚えることは4つです。つまりテストに出やすいのは4つなんですね。それは聖徳太子、梅戸の王とも言いましたね。それから大化の改新、人心の乱、大法律令。聖徳太子、大化の改新、人心の乱、大法律令。もう一度言うと、聖徳太子、大化の改新、人心の乱、大法律令。これ4つです。ではまず聖徳太子からお話をしていきます。聖徳太子は推古天皇の摂政となって蘇我馬子、この人と協力して政治を行いました。推古天皇は聖徳太子のおばさんにあたる人で、蘇我馬子という人は聖徳太子の奥さんのお父さんですから、聖徳太子から見たら義理のお父さんにあたるわけですね。そういう関係でした。どんなことをやったかというと、まず官位12階の制度、これを作りました。これは役人を家柄でなく能力や功績で採用する仕組みです。それまでは、どこの家に生まれたらどんな役人になる、そんなことになってたんですけど、それをやめて能力のある人とか、能力才能のある人、功績のある人をね、蘇我馬子と聖徳太子がこう選んで採用すると、そんな仕組みにしたんですね。それから17条の憲法、これも作りました。これは役人の心構えを示したもので、役人が守るべきルールについて書いてあるものです。それから遣隋使を中国に送っています。小野妹子を遣隋使として隋に送って、隋と対等な外交、これを行おうとした。しかし隋という国は自分以外の国は自分より下の国だね。ここが考えていたので、随分この対等な外交をしようとしたことについて怒ったそうです。でも当時高句麗と隋って対立していて、日本が高句麗の側につくと困るので、仕方なくね、日本と外交をすると、こんな風になったようです、ね。聖徳太子のところで覚えるのは、官位12階の制度を作った、17条の憲法を作った、で遣隋使を中国に送ったと、この3つを覚えます。そしてできたらもう一つ、ね、世界遺産になっている法隆寺を建てたのも聖徳太子なので、これもちょっと頭の隅に入れておいてください。そして聖徳太子が亡くなった後、蘇我氏が力がどん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 つけて突出していくんですね。そして馬子の子供の恵美氏、そしてその子供のイルカの時代になると特に力をつけていきます。で、蘇我のイルカは自分が天皇にしたい人物に与えるので、その邪魔になった聖徳太子の子供の山城の大江の王子、この人を襲撃して大江の王子自害させてしまいます。そして天皇家をしのぐ力、これをつけるんですね。そしてそこに大化の改新で出てくる中野大江の王子も関係しています。中野大江の王子も次の天皇になる権利があったんですよ。ですから山城の大江の王子が自害したことで、自分もいつ襲われるかわからないと、こういう不安を持っていて一種の変を起こしたという説もあります。飛鳥時代で覚えることは、聖徳太子、大化の改新、人心の乱、大法律令。聖徳太子、大化の改新、人心の乱、大法律令。では2つ目の大化の改新に入ります。大化の改新というのは、中野大江の王子と中富の鎌足、この2人が中心になって蘇我氏を滅ぼしたことから始まった政治の改革のことです。で、どんな風に滅ぼしたかというと、天皇の前で行う三冠の朝という儀式がありました。その儀式に出てきたこの蘇我のイルカ、この人を天皇の前で首切っちゃいます。
その時の天皇って光玉天皇というんですけれど、中野大江の王子のお母さんだったんですよ。ですから中野大江の王子がお母さんの前でイルカの首を切っちゃった。ちょっとグロテスクな話です。そしてその翌日、イルカのお父さんのエミシ、これは自宅で自ら命を絶っています。この事件を一種の変と言って、この一種の変の後から始まった政治の改革、これが大化の改新です。内容はまず高知公民があります。それまでは土地と人民の支配って豪族に任せていたんですけれど、それをやめて土地と人民を朝廷が直接支配する仕組み、これに変えます。これが高知公民です。それから藩田収授の法、これを作ります。まあ、最終的な形になるのは大宝律令の中でなんですけれど、その元となる形を作っています。まず戸籍を作って人民に区分田という田んぼを与えて、そこから税を取る、この仕組みを作ります。そしてその人物が亡くなったらその田んぼは朝廷に返す、とこんな風になっていました。それからもう一つ覚えておいてください。それが白村江の戦い、白月の絵の戦いとも言います。これはまあ大化の改新じゃないんですけれど、朝鮮半島に百済という日本と仲のいい国があったんですけど、それが新羅と唐に滅ぼされた。それを再興させるために、ね、朝鮮半島に軍隊を送った。この時の戦いを白月の絵の戦い、白村江の戦いと言います。この時日本は大負けしちゃいます。大敗します。負けちゃったんですね。これも時々テストに出ることがあるので覚えておいてください。そして668年に中野大江の王子は即位して天智天皇になっています。飛鳥時代で覚えるのは聖徳太子、大化の改新、壬申の乱、大宝律令。聖徳太子、大化の改新、壬申の乱、大宝律令。では3つ目の壬申の乱、壬申の乱、これは天智天皇が崩御したと、亡くなった後次の天皇の地位をめぐる、天智天皇の子供の大友の王子と天智天皇の弟の大天の王子、この二人の争いのこと、これを壬申の乱と言います。で、勝ったのは弟の大天の王子です。で、673年勝利した大天の王子は即位して天武天皇、これになりました。天武天皇になっています。で、余談なんですけれど、天智天皇と弟の大天の王子、この二人の間には女性をめぐる三角関係があったんじゃないか、こういう話があります。その女性というのは万葉集にも出てくる額田の大君です。貴族の娘だった額田の大君は最初大天の王子の恋人になって、女の子、これを産んでいます。しかしその後で、天智天皇、この恋人になっています。でも額田の大君の和歌を読んでいくと、実は好きだったのは大天の王子の方じゃないかという説が多いです。まあ余談なんですけどね。では次に移ります。飛鳥時代のサインは大宝律令です。701年、中国の律令をもとに日本初の法典、大宝律令という法律ができました。この律令をもとにして大宝という年号が制定されて、この年号から現在の令和まで途切れなく年号が続いています。日本初の年号は大化だったんですけど、大化の後年号が使われない期間があったんですね。ですから大化のと年号が途切れちゃって、でも大宝からはずっと今まで年号が途切れないで続いているということです。最後に飛鳥時代についてまとめておきましょう。最初に覚えるのは聖徳太子ですね。聖徳太子が行ったこと、官位十二階の制度、それから17条の憲法、遣隋使を中国に送ったこと、できれば法隆寺を建てたこと、世界遺産になってますからね、これを覚えておくといいでしょう。次に大化の改新でしたね。大化の改新は中野大江の王子と中富の鎌足が蘇我氏を滅ぼしたことから始まった政治の改革で、覚える言葉は高知公民と藩田収授の方で、プラス
白村江の戦い、白月の江の戦い、そして壬申の乱。壬申の乱は天智天皇の死後、次の、ね、天皇の地位をめぐって天智の子供の大友の王子と天智の弟の大天の王子、この二人が争ったことでしたね。そして最後に701年に大法律令という法典が日本に初めてできたと、このことを覚えておけばいいわけです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。